とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備です。使っていきましょう。闘志の締め具です。もう本当に理想的なエンチャントがついてますね。黄金に旋風、下が輝き雷衝撃波となってます。で、ウィザーを装備してゴリゴリ回復していく感じ。だね。で、実際これで、攻撃してみたのよ。カカシを。そうしたところ、キノコ食べていくよ。こんな感じなんだよね。アップデート前よりも、結構遅くなってる。アップデート前は、もうちょっと衝撃波がビュンビュン出てたと思うんだけども、それがなくなったんだよね。まあ、やっぱり弱体化されたんで、そうなったのかもしれないんだけども、まあ、今でも使っていけるのか。デイリークエスト行きましょう。それでは行きますね。スケルトンに代わってマルチショットを持ってる。で、リサイクルですね。はい、これです。で、アーティファクトは、まあ、昔ながらの感じで、カバン、ドラ、キノコという感じで、やっていきましょう。羽ぴょんはね、別にしなくていいと思うんだ。で、こんな感じで倒していきます。もうほんと昔ながらのやり方だよね。いけるこれ。これいけるいけるか。あ、倒せなくはない。もう、結構、きつめのやつだけども、いや、今のはちょっと危なかった。もう、いけるね。全然 HP 減らせて、ますんで、あ、いけるぞ。で、敵もろに集まってきたとしても、あ、いけてるいけてる。うん、まあ、ちょっとガードがねめんどくさいんだけども、リーチが長くて。でもそれだけだから、あ、いけるよ。もう、あ、まだまだ全然、うん、現役だね。全然使っていける。まあ、アーティファクト、これが正解かどうかわかんないけどね。これが正解かどうかわかんないけども、まあ、全然、いけてるよ。うん、いけてる。まあ、キャプテンは、あ、ここはいるね。結構いると思うんで、探しながらやっていきます。あ、これはいるね。どこだ？ちょっと待って、まずは、この霊気がいると超めんどくさいんで、ちょっと待って、キャプテンいけるか、これ。いける。うん、ガチで殴り合って倒せる。うん、減らないわ。オッケーオッケー。これは全然いいよ。何？うん？あ、プレイヤーダメージが 20% 減少します。まあ、減少しても大丈夫でしょう。20% だったらね。特に問題なくいけると思う。うん、帯電でも、大丈夫ね。帯電のど真ん中行っても、まあまあまあ回復するので、やっていけるな。よし。お、キャプテンが、どっかいる。下かな？下だね、多分。うん、でもね、やっぱね、このね、昔ながらの感じがね、いいね。もうガチで殴り合うっていうのが。うーわ、来たー、ナイトモード。どこだこれ。鍵探すのがね、結構ここめんどくさいんですよね。どこだ。うわ、すごいな。ちょっと待って。いや、でも落ち着いていけば全然回復していける。数いても全然大丈夫。今ウィザーの耐久力よね。ウィザーの耐久力で全然やっていけるので、いや、久しぶりにするとやっぱいいね。うん、久しぶりに、おいし、締め具をやったけど、あ、やっぱまだまだ全然強いわ。うん、強い強い。それでは後半戦いきましょう。なんか次のエンチャントやばいやつでもいいよ。うん、ナイトモードでもいいね。全然
多分あれだね、今までは結構急ぎ目で先に進んでいってたから、どうしても囲まれてたんだろうな。別にそんなに急がずにゆっくり行けば全然対応できる。もう全く HP もそんな減らないし対応していけてるね。問題はあとはキャプテンできればいてほしい。ちょっと待って、こっち側いないな。下か、いた、どっかいる。ちょっと待って待って、すごいな、レイスがえらいのがいるぞ。ちょっと待って、どこキャプテン。いたまた嫌な場所におるな、あそこ。ちょっと待って、俺これ罠にもろに当たってるよちょっと待って、やりづらい、ここ。よし、オッケーオッケー。まず取らせて、消える前にさ。よし。オッケー。何プレイヤー HP 減少か。オッケー。問題なし。多分。よし。じゃあ、あとは、脅威だね。探しながら行きまーす。お、いた！どこだ？どっかいる。なんか重力パルスが鬱陶しいね。動きがすごい制限されて動きも止まるな。どこだ、あ、いたいた。よっしゃー、ガチで殴り合っても大丈夫。待て待ってちょっと取らせて。オッケー、脅威が1。ロイヤルガードが結構鬱陶しい。うん、距離的にね結構嫌な攻撃をしてくる。お、まだいる。いる。ちょっと待て。いいぞ。あ、やっぱノックバック嫌だね。このリーチが短いやつに対しては。オッケー。もう取らせて。よし、取れた。あー、ダメだ。クモの巣。でもまあまあ取れましたね。よかった。取れさえすればオッケーよ。やたら硬いな。防護か。防護がついてる。ちょっとね、なんか、らい攻撃速度速くない？よっしゃ。オッケー。いけたね。んで、上の方に、あと一体いてくれるかな。どうだろう。こっちはいないから、この上だね。もうここでクリアだけども、いる！これはいる。つまり、すごいよ、これに耐えれるからね、普通にガチでガチ殴りで耐えれるっていうのは、いや、ほんとすごいと思う。じゃあ、あーやめた。でもいい、オッケーオッケー。ちょ、レイズが鬱陶しいな。で、なんか、なんか HP が減りにくい。あ、味方回復か。なるほどね。はい、脅威3。まあ、最後の最後にとってもね、仕方ないんだけども。あー、ちょっと待って。嫌だなー、霊気が。あーやられた。最後の最後になんかガシガシやられてる。さすがに脅威が3とかになってくると、厳しいね。で、激光がついてたのか。攻撃速度が半端ないのね。まあ、クリアしますね。うん。あとはもう上に行くだけで終わりなので、クリアです。うん。いや、久しぶりに締め具使ったけども、良かったですね。はい。ということで、戻ってきました。今日はですね、闘志の締め具を久しぶりに使ってみました。まあ、確かにね、弱くはなってると思う。うん。なんか体感で全然攻撃速度遅いなと思うもんね。確か 20% ぐらい攻撃速度が下がったんじゃないかな。でもまあ全然まだね、使っていけるレベルではあるので、エンチャントを厳選してさえすれば、いいと思います。まだまだやっていけますね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。